佐野優と、スノーマン目黒蓮にクレーム。生配信中に電話してくる。金曜ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK、主演のスノーマン目黒蓮が、美容家放送の、王様のブランチ、同系、で、共演者、佐野優とからクレームをぶつけられた。同作で目黒演じる春は、佐野演じる学生時代の同級生、ガクと起業していく。事前に初回を見たという佐藤しおりが佐野に、ガクは、春に、振り回されて大変そうでしたけど、と聞くと、彼は、大変すよ。普段からそうなんです、とぼやいた。続けて、この前、インスタライブの生配信をしていたら、生配信中に、目黒が、電話してきて。と不満爆発。目黒は、生配信を、見てて、差し入れを入れる、みたいな話をしていた、ラーメンにしようかな、とか、と振り返りつつ、僕は甘いものがいいなと思って、電話して、差し入れは甘いものがいい、と勧めた、と明かした。